こんにちは、アンゴロです。10万円が当たる年末ゲーム暗号資産ダービーの投票受付中です。説明欄に行くから1回無料投票できるので、投票が学んだ方はぜひ投票してください。動画の最後に投票方法を説明します。今回の話題はこれです。ドーン、ビットコインよりシルバーを買った方がいいという話は本当か検証。ニュースドーン、金持ち父さん清崎氏、仮想通貨ビットコインが2021年に5万ドルになると予想。2021年に機関投資家のマネーがビットコインにやってくることで、ビットコイン価格をさらに押し上げることになると予想している。清崎氏は不動産投資や貴金属への投資家として知られており、これまでにも銀などの価値の保存手段となる資産に関心を示していた。5万ドルは日本円で520万円、ビットコインの現在価格は243倍なので2.1倍。今までの予想と比べて派手さはありませんが、1年で 2.1 倍は普通に考えると十分すごい倍率です。ツイッターだ、ビットコインを買ってよかった。次の停車駅は5万ドルだ。2021年に機関投資家の資金の壁がやってくる。2万ドル未満で買いなさい。もしあなたがビットコインを逃した場合はシルバーを買いなさい。シルバーは AOC のグリーンニューデリーによって動き始めるだろう。アメリカは危うい。ゴールド、シルバー、ビットコイン、そして企業家にとって未来は明るい。シルバーを買えだと？みんなでシルバーを買って、シルバニアファミリー。 AOC とはですね、アレクサンドリア・オカシオ・コルテス氏というアメリカの下院議員のことです。コルテス氏はアメリカで最年少の下院議員に当選して話題になりました。29歳、若いね。グリーンニューディル政策は地球温暖化対策を念頭にした経済刺激策です。例えば温室効果ガスの排出量や再生可能エネルギーの推進など、環境を保護する事業に大規模な財政支出を行う政策です。財源は MMT 理論という、インフレが加速し始めるまでは通貨を発行しまくっても大丈夫という理論を軸に財源を確保します。この政策が世界で話題になって、コルテス氏と MMT 理論が有名になりました。アメリカの次期大統領のバイデン氏はクリーンエネルギーの政策を打ち出していて、2050年までに 100% のクリーンエネルギーを目指し、電気自動車再生可能エネルギーに積極的に投資します。また去年、パリ協定という地球温暖化の国際協定からアメリカは離脱しましたが、バイデン氏は再加入する方針です。なので、2021年のバイデン政権が始まるとともに、グリーンニューディル政策が始まると考えられています。グリーンニューディル政策で銀が動き始める理由は、銀はソーラーパネルの材料に使われているからです。ずっと！これは2011年から2020年までのシルバーの需要のチャートです。青色の縦棒は産業。シルバーは産業の需要が一番高いです。緑色は投資。2016年の下がりに投資の需要が減少しています。黄色は保証金、水色は銀器。2011年から若干増えましたが、あまり変わっていません。ちなみに、銀器は銀で作った器のことです。灰色は写真。銀は写真の観光材に使われていますが、写真を印刷する人が減ってきているため、需要も減ってきています。注目なのは、オレンジ色の太陽光発電。2011年から2015年までは50前後で推移していたのが、2016年から90以上になりました。倍増！太陽光発電は太陽の光を電気エネルギーに変えることです。太陽光発電をするためにはソーラーパネルという黒い板みたいなのが必要で、ソーラーパネルを屋根や空き地に並べて発電します。そして銀は電気や熱の伝導率と光の反射率が金属の中で最も優れているので、効率的な発電ができる材料としてソーラーパネルに使われています。日本ではその昔、エコブームというのが起きて、太陽光や風力などの自然の力を使って発電されたエネルギーを10年間電気自動車が一定価格で買い取る制度が確か2009年頃から始まり、ソーラーパネルの需要が高まりました。あれから10年が経過して制度が終了しつつありますが、太陽光発電は現在も健在です。そしてグリーンニューディール政策によって太陽光発電が再び注目されて、ソーラーパネルの生産が増えると銀の需要が高まる。さらに政策の財源確保のために MMT 理論で通貨を発行しまくるので、インフレリスクが高まって銀の需要が高まって価格が上がる。インフレとはですね、通貨の価値が下がることです。通貨の全体量が増えることで価値が薄まっていくイメージです。
一方、金や銀などの貴金属は地球に存在する量を限られているため、インフレから資産を守るために利用されています。つまり、グリーンニューディール政策によるソーラーパネルとインフレのリスクヘッジの需要によって銀の価格が上がるというのが清崎氏の見解と考えられます。清崎氏が銀会のツイートをした日の終値は 18,811 ドル、ビットコインの現在価格は 24,000 ドル、この後2万ドル以下に落ちてくるかは不明ですが、すでに2万ドルを大幅に超えているので銀を買う条件をクリアしています。では今から買うならビットコインより銀なのかの検証に入ります。まず清崎氏が銀を勧めるのは今に始まった話ではなく、ツイッターでは10年くらい前から銀を推奨し続けています。ツイートった2009. As long as the Fed is pretty, silver and gold are better than dollars over the long run. Silver is my number one investment. Fed が印刷している限り、長期的には銀と金はドルよりも優れています。Silver は私の一番の投資です。このように、清崎氏の銀の収支は10年以上続いているので、短期ではなく長期目線で判断します。チャットだ。これは銀の週足チャートです。1915年2月の価格は 0.5 ドル。1970年代にニクソンショックによる金包囲制の崩壊で法定通貨の使用が低下し、中東戦争でオイルショックが発生して物価が高騰するなど世界情勢が悪化しました。すると資産対比のために金を買う人が急増し爆上げしました。これは有事の金と呼ばれています。銀も同時に買われ始め、資産家の買い占めを影響して1979年8月は 9.1 ドルだったのが、1980年1月に48ドルまで上げました。5ヶ月で5倍。バブルが崩壊して1982年6月に 4.8 ドルまで下がりました。2年半で 90% ダウン。その後20年くらい低迷した後、2001年の同時多発テロをきっかけに有事の金が復活して爆上げし、2008年3月に 21.3 ドルまで上がった後、リーマンショックで 8.4 ドルまで下落。そこからインフレのリスクヘッジと太陽光発電の需要で勢いが復活し、2011年4月に過去最高値の 49.8 ドルをつけました。2年半で約6倍。その後、長い下降トレンドに入り、コロナショックの2020年3月に 11.6 ドルまで下落した後大きく反発し、現在価格は25ドル。最高値から 50% ダウンの状況です。このように、銀の価格変動はビットコインまでとは言わないまでも、なかなか激しい値動きをしています。銀は2011年の高値をすでに更新しているのに対し、銀はまだ更新していないので、今から銀が金を追随する値動きをしたら、高値を更新して現在価格の2倍になるのが期待できます。以上参考に、今買うならどちらなのかを予想すると、それは、ビットコイン、銀は結局禁止だい、と予想します。理由を説明します。チャット似てる。これは金と銀のチャートを重ねたものです。有事の金と呼ばれ始める1972年8月頃の価格を 0% として、現在までに価格が何パーセント変化したのかを表しています。48年間で金の価格は約43倍、銀の価格は約16倍になりました。値動きがよく似ています。補助線と2007年頃からの値動きは上昇率や下落率が異なりますが、山と谷の頂点をつけるタイミングがほぼ一緒です。ただし、2011年の最高値をつけたタイミングは、銀が4月25日なのに対し、金は9月6日で大きく異なりました。冷やしちゃっとっと。これは2020年1月1日の価格を 0% として、現在までの価格の変化を表したものです。実は、銀は金よりもボラティティが激しく、このショックで金はマイナス 7% 下落したのに対し、銀はマイナス 33% という金よりも5倍近く暴落しました。しかし、暴落からの上昇も大きく、8月につけた頂点は金がプラス 30% に対し、金はプラス 63% で銀の方が大きく回復しました。コロナショックの底からだと、金は 2.4 倍、金は 1.4 倍です。このように、2020年で見ると、銀は金よりも値動きが大きいだけでなく、パフォーマンスもいいです。しかし、山と谷の頂点をつけるタイミングは同じです。また、中央銀行が金を保管していることからもわかるように、金と銀では基本的に金が値動きを牽引します。なので、もしこれから金が暴落した場合、それに銀が逆行して最高値を更新する方まで爆上げするとは考えづらいです。故に、2021年にビットコインの5万ドルよりも銀の方がパフォーマンスがいい結果が出せるかは金次第。しかし最近、金はこれが波紋を呼びました。ドン！
ウィークリーゴルファーフロー、週刊キーファンドの流れ。これは11月21日にバンクオブアメリカが発表した金のファンドに出入りした週ごとの資金のグラフです。プラスだとファンドの資金が増加しているので金に需要があることがわかり、逆にマイナスになるとファンドの資金が減り金の需要が減っていることがわかります。チャート見ると2020年前半は流入が多く過去最高レベルに達しましたが、11月にそれが一変して過去最高レベルの流出量となりました。次っと、これは12月5日に発表された3週間単位の集計です。なんと3週間単位では金の流出量が過去最高となりました。この原因はコロナウイルスのワクチン接種が開始したのを効果して株などのリスク資産に資金が向かったからと考えられています。チャートと、これは金の冷やしです。コロナショック発生した2月下旬は価格をあまり下げないでたくましさを見せましたが、3月10日から暴落が始まり1451ドルまで下落しました。 13.5% だ。そこから反発して8月7日に2075ドルをつけたと価格が伸び悩み、現在価格は1881ドル。ビットコインと比較します。ドン。金が頂点をつけた2020年8月7日の価格を 0% とした場合の価格の変化を表したチャートです。金は頂点から 9% ダウンしている間に、なんとビットコインは価格が2倍になりました。金とビットコインはインフレのヘッジ手段としての需要が共通しているので、金から資金が流出して価格が停滞していたらビットコイン周りに伸び出すそうですが、なぜか爆上げ。チャートと、これはテザーの時価総額です。テザーとはですね、1枚1ドルで価格が安定するコインです。つまり時価総額イコール発行枚数。テザーの時価総額を見ることで暗号資産の資金流入が増えているのか検討がつきます。2020年元旦の時価総額は41億ドル、金が頂点をつけた8月7日の時価総額は100億ドル、そして12月21日の時価総額は202億ドル、倍増。ここで一つ考えられる可能性は、金から流出した資金が株の他にビットコインにも向かってきている可能性です。最近はグレースケールなどの機関投資家によるビットコインの買いが目立っています。ずっとアークインベスト社の試算によると、ビットコインが金の 10% シェアを獲得するとビットコインの時価総額は1兆ドルまで押し上げられます。現在のビットコインの時価総額は4400億ドルなので 2.3 倍。またビットコインは希少性が完璧に保たれているのでインフレのリスクヘッジとしての需要もあります。一方シルバーは希少性はあるものの正確な埋蔵量は分かっていません。またバイデン氏の勝利がほぼ確定した11月に価格はあまり動いていません。以上より2021年のビットコインとシルバーでパフォーマンスがいい結果になるのはビットコインという結論になります。といっても政策やブームによっては銀が爆上げする可能性も十分にあるので、話を鵜呑みにせずに自分でよく調べて投資を検討してください。以上、ビットコインのシルバーを買った方がいいというのは本当かでした。暗号資産ダービー。暗号資産ダービーは暗号資産の各レースの1着2着を当てる年末ゲームです。的中者1名に10万円分のビットコインがプレゼントされます。出走バット。ビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、カルドネイダー、ステラルーメン、ネム、テゾス、OMG ネットワーク、ベーシックアテンショントークン、バイナンスコイン、リスク、チェーンリンク、モナコイン、財布トークン、リンク、セントラリティ。遊び方を説明します。ページを開くと出走場一覧が表示されているので、コインを選んでください。次に、下の方にスクロールすると入力欄があるので、予想したコインの番号を入力してください。左が1着、右が2着で着順通りに入力してください。例えば、リップルが1でビットコインが2と予想した場合は、左に3、右に1を入力です。入力したら決定ボタンを押します。ページの下の方に自分が投票した馬券が追加されれば正常に投票できます。以上が投票方法です。1人1回無料。レース開始2分前の12月30日13時58分まで投票できるので、ぜひ楽しんでください。説明欄にリンクを貼っておきます。この動画が面白かったらグッドボタンをお願いします。富をもたらす暗号資産を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。